時は汝の願いを心の中で繰り返すんじゃぞ。意識を強く保ってこそ、わらわは汝を最も適した位置へと送れるんだ。神を守る奇跡の木、今は誰も見たことのない未知の存在。いつ現れるのか、どこで発芽するのか、全てはそれを生みし者の心と夢次第。命を授けてあげて、エイ。まさか、これは。時間を無限に引き伸ばし、夢は一つ一つの節目を輝かせる。この二つが出会うことで、神王は天理の金庫から解放され、漆黒の中から咲くの。そして悪夢は消え去り、現実は良き方へ。私たちの望む光景も依然と先に。残念だけど、私は稲妻の未来を見届けることも、あなたと一緒に行くこともできないわ。知ってる？エイ。私今とても嬉しいの。最後の願いも叶ったから。あなたのなぎなたは無数の災厄を払ってくれた。ずっとあなたには申し訳ないと思っていたの。些細なお返しだけど、あなたが目覚め、新たな出会いを迎えるまで、神王があなたのために時間を稼いでくれるわ。どう？人も役に立っているでしょ。今度こそ本当にさようならね、エイ。さようなら、マコト。